焦土とは、身の回りに置かれ、日常生活において用いられる道具、家具、その他日用品の類を広く刺して用いる言葉。時代や階層によって、対象となる事物は異なる。平安時代の公家社会においては神殿などの装飾、道具を広く刺す、失来と、ほぼ同義語として用いられた。平安以降の夕食古日の世界では、主として公家が、儀式や行事で用いる。 道具、家具類について論じられている。その一方で、和名類受賞には、長度部が設けられ、仏道具、仮覧具、僧帽具、祭祀具、文書具、杖具、聖戦具、弓剣具、刑罰具、倉間具、高剣具、電量具、両釣り具,具、農工具、造作具、木工具、細工具、単屋具、音楽具、副眼具、少量具、姿色具、創欲具、 クリア前具、訓行具、裁縫具、染色具、食器具、産子具、病床具、砂賀具、考慮具、曹操具など各階層、行事にて用いる長度について広く記された。鎌倉時代の武家社会においては弓矢と関連道具のことを長度と称した。この風習は近世まで続き、江戸時代の武家の邸宅には、 重道の弓二丁と矢を込めた逆砲うつぼ人腰を飾った丁度台があり、儀式などの際に飾る習慣があった。ありがとうございます。